下ネタがね、うん、皆さん、じゃあいつもこれどうやって始まってるのかな、ここが我が家、スペシャルバージョンです。はい、今日はですね、遠方からハリー山科さんと岩崎史郎さんが我が家に遊びにではないんですけども来ていただきました。なので、放送再開開始でございます。はい、ということで、あちらからハリー山科さんでございます。皆さんこんにちは、こんばんはですね、はい、トイザスタジオのハリー山科です。はい、よろしくお願いいたします。はい、ちょっと入ってるかな、多分これで合ってるはずです。はい、うん、それから、はい、こちらが、はい、岩崎史郎さんです。はい、皆さんこんばんは、空間エネルギー研究家岩崎史郎でございます。はい、ということで、はい、よろしくお願いします。今日ね、はい、じゃあですね、はい、ちょ司会進行で、はいはい、なんかちょっとまだ硬い感じの雰囲気でここからまあ声が音が出てないのがちょっとね気になるんですけど、これはあっちに返したらダメだ、回っちゃうんですよね。っていうかですね、まあなんていうのか、今ちょうどですね、ツアー中、ツアーって言っていいんですよね、これもね。あ、セミナーツアー、セミナーツアーということで、はい、今日はちょうど大阪でもあったんですね。はい、はい、そしてまた明日違うところに行くんですけれども、はい、まだ、一度もこう体験されてない人きっといると思いますし、それからすで、に体験したけどまたもっと深く知りたいとか体験したいとか、まあいろんな理由でとにかくっていう、まあそういうね、全ての人に向けて今日はこれからの日程を紹介させてもらいながら、それから、それに、プラスアルファいろんなお話が聞けたらまあいいかなと思いますし、それから、もう回を重ねるごとにですね、パワーアップしているその、内容、あ、パワーアップって言ったらおかしいかもしれないですね、今まで出してなかったものをちょっと小出しにしながら、進んでる部分があるので、そういったことも今日ちらっとちょっと引き出すことができたらいいなというふうに、思っております。はい、はい、ということで、じゃあまずはですね、はい、もう今日全然特別にこういうふうに行こうという打ち合わせっていうのがちょこっとあったぐらい、ないに等しいぐらいなんで ね、はい、流れでいきたいと思いますけど、はい、ということで、じゃあまず手っ取り早いところで、日程のツアー日程、ツアー日程っていうところからね、はい、はい、ですね、発表します、発表します。10月、ごめんなさい、月風が出てしまう。10月22日木曜日、はい、広島市文化財団東区民文化センターで9時から12時まで、岩崎先生が会場付近の駐車場あるいはその付近の路上にて U8 チューンナップ、そして私は和室で天城流湯治法、幕宇宙療法の勉強会をさせていただきます。はい、また13時から17時、なんと美術工芸室で私と岩崎さんの2人会でございますね、セミナーをやります。はい、この U8 チューンナップなんですけど、はい、U8 チューンナップ、今お一人5000円、1台5000円でやらせていただいてるんですけども、本来はそれを5000円っていうのは岩崎さんがその車のオーナーさんにここにこう貼ってください、ここにこう貼ったらいいよっていうことを、それが5000円のコースなんです、うん、ところが私と同じ時間帯にやるもんで、その両方受けたいっていう方がいらっしゃると、その自分の体の健康と、うん、愛車の健康と、はいはいはい、どっちが重いか
比べてみたらこっちがポロッと落ちるという昔の近所のあれみたいで、うん、まあだから仕方なしに、うん、その岩崎先生が、うん、自らその方の車に U8 チューンアップをしてくれるわけですよ、うん、で本来これは我々2万円のマツコースマツコースで呼んでるんですよ。なんだけど今回はだからこういうその特別な事情に鑑みて岩崎先生が涙と唾を飲み込みながら、あ、唾まで飲み込んでこれをまあお受けしていただいて、たった5000円で、あのね、本当にね、あのとんでもなく化けちゃうんですよ、車の方がね、車の方がね、しかも私になぜなぜされながら、もういい気持ちになってなってる間にですね、間にやるわけです。もうこんな天国二度とないと、二度とない、ね、本来は僕は張りましぇんっていうふうにやりたいですけど、張っておりますね。あ、そうか、それ、あの分かってない人いるかもしれませんね、うん、なんかこうそれ張ってくれるのが普通だと思ってる人がいるかもしれない、うん、そうですよ。だから、うん、本当にあのこの空間エネルギーのまあオーソリティーで荒らせられます、うん、岩崎先生にが自ら、うん、もうこの泥まみれになって、あ、そうですよ、だってあの道路に寝転がって張るんですよ。ああ、そうですね、下とか下とか、そこまでなって、はいはい、無駄な汗をいっぱいかきながら、あ、結構無駄な汗をかいて、無駄な汗を、僕はあんまりかかない、普通に汗よって言ってもいいと思うんですけど無駄な汗、無駄な汗なんで、ね、そうか、無駄汗っかきですから、あ、はいはい、もうやりながら、うん、もう本当にねこんなチャンスないです、はいはい、まあ本当にで、あの僕ら今とりあえず2人会で2人で、ね、回ってることが多いんですけど、はい、これ以降はお互いに独立して、独立っていうかもともと2人とも別々のことをやってたわけですよ。あ、そうですね、また元に戻りますから、うんうん、その場合はもう、うん、こんな5000円で岩崎先生自ら貼ってくれるなんてことはありましん。はい、ということでね、ですから、はい、まあ、あの今後ね、だこの後ですね、うん、23日は福岡、23日が福岡、九州入りいたします、九州入りね、はい、24日佐賀ですね、24日次の日ですね、はい、佐賀、25日長崎ですね、あ、もうここ連発で3日間連続で4日間ですね、あ、4日、広島から、はい、でやっと広島、あ、長崎で1日、お休みいただいてアンデルセンに行けたらいいなと思ってます。アンデルセンに、はい、もうちゃんとそこまで日程に入ってるんですね。これはなんかなかなか行けない、キャンセルが出た時に運が良ければ入れるということらしいでございます、うん、そう、あ、でなんか不思議ですね、不思議というかちょっとこう複雑ですね、そうです、あのキャンセルが出たらいけるっていうらしいですよ。そうみたいですよ、なんかもうとにかく予約がいっぱいで、ああごめんごめん、僕ねちょっとね、あの別な勘違いしてました。あ、ツアーのキャンセルが出たら、あ、違うんですよ、ツアーのキャンセルが出たらって誰も来ないってことだよね。そうそうそう、だからそれって複雑だなって複雑もくそ、ありたしてくれツアーしたいけどアンデルセン行きたいしとかで、いや、それがですね、そういうことじゃない、いや、わざとだからわざと1日空けたんですね、あ、なるほどね、うん、はい、いや、なんでか、なんでそういうふうに反応してしまうかというと、はい、東北北海道を巡ったツアーがですね、悲惨でして、東北、北海道、あのマンツーマンセミナーというのが参加してきましたんで、冗談でなく最後の2日間はゼロかもしれないっていう、うんうん、白氷を踏む思いをしてまいりましたので、はい、おっちゃんのそのあれはちょっとぐさっと、ぐさっと、なんかこうこっちは何気なく言ってても、もう全然反応が違う、反応がもうちょっと血相変わったみたいな。まだちょっとその辺の免疫はついてない感じ。いやいや、もうあの余韻をたっぷりと残しておりますね。いや、もう大丈夫ですけど。なるほどな。ということでですね。まだ続くんですか。まだ続く。じゃあ一旦ですね、ちょっとジングルを挟んで。あ、どうぞ。はい。ということで、はい、ジングルはどれだったかな、これですね。はい。
ってきました。はい、ジングルから戻ってまいりました。ということで、じゃあですね、あの続きの日程を今度はシロさんの方からちょっと報告してまいります。はい、10月26日長崎で1日、見物、26日は見物、はい、はい、でその後、これフェリーで、そうですね、フェリーで熊本が熊本になりまして、10月27日火曜日が、市民会館創造大学ホールというところで、ありますね。で、でそこでですね、まあ、今回せっかく九州に行ったということで、うん、私の方でわがままを言いまして、2日間、熊本周辺、それから鹿児島周辺の取材をさせていただきます。古代史、古代史館、古代史館、はい、取材というかこうずっといろいろ調査みたいな感じ。そうです、まあ、あんまりほら九州行ったことないんで、はい、まあ、有名どころなところでもいいんですけども行ってみたいと。で水木と、取材をしまして、10月30日の金曜日、鹿児島県老人福祉会館というところで行います。はいはい、で、10月31日土曜日は、宮崎県の日向、日向市文化交流センターというところでございます。あ、いいですね、日向ね。はい、で、月変わりまして、月が変わって、変わりまして、もうこれで今で何回ぐらい、結構すごい、1,2,3,4,5,6,7,8 箇所もあってますね、8箇所で、はい、で月が変わりまして、月変わって、はい、11月1日日曜日はですね、大分県ですね、大分県労働福祉会館全労祭ソレイユというところでございますね。で1日間が空きまして、またフェリーで今度は宇和島の方に、四国に渡りますね。お、はい、そこから、まあ、八幡浜に渡りまして、はいはい、そこから宇和島に向かいまして、はい、11月3日火曜日はですね、宇和島市立南予文化会館、南予今ちょっと分かりましたかね今のはね、まあまあ、笑うところです。まあまあまあ、まあ、はい、で1日移動日がありまして、これはね、要するに宇和島から高知に行くんですけど、あの四国のなんとの一番なんとのこう、こう端っこのこう南の南東ですかね、なんとのところ、うんうん、あんまりこう行くことがないような機会のところがあるんですよ、はい、そこを行ってみたいと、うん、でそこを調べたら車で8時間ぐらい移動にかかるんですね、はい、なんでもそこはもう1日空けまして移動にかけてと、うん、はいはいはい、移動にかける、はい、移動にかけるというね、うん、2つ時間をかけると、それからそういうこうかけるという、あの移動に命をかける、さすがですね、全然ただ移動ですからね、なかなか動じゃないですね。で、はい、中1日空きまして、11月5日木曜日、土佐行きます。土佐、あ、土佐ね、高知県立、県民文化ホールでございます。で翌日11月6日金曜日は今度はあの淡路島から、いや違います、瀬戸大橋、瀬戸大橋ですか、淡路島、淡路島は通らないよ、嘘、通ると高い、高いの、高い、ほ、高いですよ、瀬戸大橋、あ、あそこ通るだけで確か何千円もかかる、そんなかかるんですよ、うん、でそんなに遠くもないんだよ、うん、なるほど、じゃあ、うん、それは瀬戸大橋を渡って、うん、岡山へ渡って、うん、そこから東へ走ると、で神戸行きます。神戸、神戸学生青年センター。はい、神戸。はい。でここは地獄の4連チャンなんですね。そうですね。11月7日、今気がついた土曜日が、ですね、岐阜市文化センター。あのとっても立派な施設でございます。はいはい、で最終日がですね、11月8日日曜日、静岡市民文化会館という感じになっております。うわーすごいな、これあの覚えるだけでも大変ですけども、そこで覚えてるばったり倒れると、あ、倒れると動かない、静岡で、はい、静岡でなるほどじゃあその次の日は病院かどっか、そうです、 16? 全部で16です、あ、14じゃないの、14、うん、なんだかよくわかりませんが、はい、あの14回、明日から数えて14回ですね、いや、だから今日1回やったんで10あと13回、あと13回、はい、あ、すごいなあ、これ考えただけでも明日も神戸じゃなかったでしたっけ、明日は広島方面向けて、明日はね、実はね、神戸抜けて広島で、実は帰りに神戸、明日はあの私のね、
し、なんかこうファンになってくれた方なんですけども、陶芸家の先生がいて、はい、その方がですね、鳥取の日野郡っていうのかな、ちょっとこうこっち寄りなんですよ。同じ鳥取でもこう山寄りのところにいるんで、そこに行ってちょっと陶芸を習って。あ、本当ですか？そう、そうです。習って、あの器を 2,3 かっぱらいながら、はいはい、かっぱらそれもな、今の嘘あの以前に何かいただいたことあると思って。そうそうそう、あの先生ですよ。ああ、で、なんか、まあ、ゆっくり話もしたことないし、うん、なんかね、あの面白い山があるよとかいろいろ言ってくれてるんで、ああ、でそこ行ってみよう。ぜひ、あの前ね、あのこう器もいただいたりしたんで、うん、まあ俺ってのはおかしいんですけど、一度お尋ねしてみたいなというふうに思いました。ああ、表敬、表敬訪問ですからね。ああ、表敬、どっちに、その室に表敬訪問、それ山に表敬訪問、まあ、その両方、両方ですけど、まあ、でもそのやっぱり先生ですね。ああ、なるほど。まあ僕もあの そういうものをね、いただいたの初めてなんですよ。すごくで、なんか僕のビデオ YouTube とかずっと見てて、あの それで気に入ってくれて焼いてくれたっていうことなんで、 あるものをもらったとかっていうよりも、そのためになんか焼いたような。そうなんですよ。だからなんか僕のためにってなんかすごい名前ついてますよね。それはちょっとありがたい ね、面白いんですよ。あのこう、こう器の藍色のところにね、あの星屑みたいに、天の川みたいにこう星屑みたいなこう点々が入ってるんですよ。これはその先生じゃないとこう焼けないような、そこを結構なテクニックらしいんですよ。それが表もそうだし、この内側の器の内側のところにもなってるんですよ。はあ、すごい。なんかだから、そんなのいただいた、なんかすごく、あのとても私は嬉しかったですね。こういうのって本当にそういうこう作り方とかわからない人にとっては、そういうちょっと価値とかっていうのもやっぱり、そうそう、わかんない、わかりにくいとかあるでしょうね、うん。まあ、その時にくれた時ね、あのこれはこうなんだよって言って教えてもらう。僕も全然分かんなかったけど、ああ、すごいものをなんか焼いてくれたんだなっていう、その気持ちがね、うん、とても嬉しくて。いやー、でもすごいな、うん。あ、おいくつぐらい、ね、もう80近い、ね、そんなになるんですか？あ、そうなんですよ。だから、なんだろう、自分の親父ぐらいの人が認めてくれたっていう、そういうなんかあの嬉しさもあるのかもしれないですね、はい。という方のところに表敬訪問されているというところまでね、まあ、ちょうどね、今ね、山の話が出たんで、せっかくなんでちょっとその辺のところも今回はっていうことでですね、山、まあ、専門とするところ、山といえば岩崎さんでしょ。あ、え、本当ですか？いや、にわか、にわか、いや、岩倉とか呼ばれて、にわか、もうあの、うん、四国の、うん、石槌山、うん、ゲロ吐きました。ゲロ吐いて、神聖な岩倉の横でゲロ吐いて、なんか意味あったんですか？その後大雨になりました。バチが当たりました、ね。バチが、っていうかですね、じゃあちょっと本題に戻してですね、はいはい、これ日本って言ったら結構山多いじゃないですか、はい、その中でこう全部が全部そういうなんか特殊なっていうわけじゃないんですよ。そうですね。なんかその中でもっていうのがあるんですよね。ありますよ。なんかこうそういうの知らない人にとってちょっとこうこれを覚えとけよとか、なんかありますかね。まあ大阪近辺で言うと、やっぱりほら生駒、生駒じゃねえや、六甲もそうだし、うん、桂木山とか、うん、あっちの方ね、うん、あの二神山とか、はいはいはい、あの辺ももう変な山ですよね。変な山ですよね、うん。いい意味の変な山、まあ、いい意味っていうか、その僕らはだからそういう岩倉があったりとか、山の形がちょっと人工的じゃないのっていう山に関しては怪しいと、あの山怪しいよねっていうような言い方するんで、そういう意味で怪しい山。あ、ちょっとせっかくチャット入れてくださってるんでね、あ、それからコーヒーも入れてくださってるんで、そうなんです。いつ飲もうかなと。コーヒーもちょっと飲みながら、その飲んでいただいてる間に僕がちょっと、はい、せっかくなんでチャットの方をですね、はい、紹介させていただきたいと思うんですけど、はいはい、じゃあ、 あの番組開始の11分ほどに、ちょっと今回多少確か遅れて始まったと思うんですけどね、ハリーさん、岩崎さん、いらっしゃいませ、いらっしゃいませになるんですかね。こちらはいらっしゃいませ、向こうもいらっしゃいませなんですかね。あ、見てる人からとってもいらっしゃいませ。だってやっぱり大阪の方っていうか、
大阪でやってるおっちゃんの番組だからじゃないですかね。ああそういうことかな、うん、あでおっちゃん今日は気合の赤赤ですか。これ気合の赤ですか。いやわかりません。シローさんの、はい、情報で番組見ています、はい、赤いシャツの方はどなたですか。これ知らない人ですよね。誰ですか。いやわかんないですけど赤いシャツの人って誰かな。岩崎さんのファンが見てるんじゃないですか。そうだからおっちゃん知らないです。おっちゃんです。おっちゃんですよ。いやあの岩崎さんの弟なんです。ね、何をおっしゃる、うん、急に何をおっしゃる。なんかねこの急に兄弟ができるんだよね今のノリは悪くないノリかな赤い T シャツの方は、ね、でもこの肩幅って皆さんすごい丁寧ですね、うん、あの赤い T シャツのあのなんか若造はとかって言わないんですね。若造じゃないでしょう。若く見えますよあれ。それ自分がそう言ってたんだけど。いやこれなんか本当に 3人で漫才できそうな感じで。で真ん中の人こうやってパチンと上空が戦いが起こるっていうあれいいですね。でもみんなあのこういうノリってあのツアーっていうかそのあれではあんまりないんですよね。多分あるのはあるんですか。割とこんな感じですよ。あの真面目に喋るときは真面目に喋るけど、はいはい、そうじゃないときはね、うん、割と二人で喋ることもあるんですか。そのありますよ、うん、みんなのこう皆さんいててその前で始まりと終わりは、まあ、必ず、はい、あなるほどね。ただでもその時ってそんなお笑いじゃない感じ。いやいや割とやっぱあるその時のねこう雰囲気もあります、ね、まあそういうのが見れる時もあると。岩崎さんがぶちかまして。なるほど。えぶちかましてそうだな。硬い冷たい氷のような世界になる時あるんで、その時は私がもう溶かして、そういう感じで、ね、溶かして、はいはい、意外とあのシロさんは素でね、そうですね、はい、でそれをこうあのハリーさんの方でちょっと料理するというような感じでね、大体ね、まああのごまかしていくという、まああの実はまあ昨日来ていただいたんですけどね、もうあの久しぶりに昨日からちょっと笑いが止まらない我が家でございましてね。本当にお笑いコンビじゃないかと思うぐらいです、はい、ちょっと続きを。そして、はい、あのユニタイムズのおっちゃんですって。でもこれユニタイムズのおっちゃんと言われたとしてもまたその方っていうのはうわあの分かんないですわ、ね、だって、知らない人は本当に知らないですよ ね, ね知らないですよね。だって赤シャツで分からないということなので、いくらユニタイムズのおっちゃんって言っても分かんないそれはね。で、次なんて書いてるんですかね。23福岡って書いてるのかな、はいはい、あのあれ書いてくれたんですね。24佐賀、はい、25何でしたっけって。それを長崎、それを行くために長崎だそうです。はい、25は長崎だそうです、はいはい、そして、アンデルセン、ここからちょっと本当に見えないですね。聞いたことなんとか、噂には聞いたことあります。はい、わおーって書いてますね。でそれから古代史研究、言ったことただ書いてるだけじゃないですか。かもしれないですね。空間エネルギーとかって違う。ずっともっと書いてるだけですよ。質問とかね。ああそうか。欲しいよね。質問あるかな。じゃあもし質問あったら何か入れてもらってですね。でまあ大体半あたりぐらいにハリーさんを思って作ってくれたのくれただけで、最高の贈り物ですね。まあ本当に嬉しかったです。はい。いやそうらしい。初めてですから、ね、贈り物。そういうコーヒー飲みたい。いや本当さっき言ったようにこうあるものをくれるっていうのもまあ嬉しいですけど、そのためにこうね前もってなのか、いや前もって作ってくれて、前もってこう会えるって分かって、そうそうそう、前回、西日本ツアーやった時に、鳥取に来てくれたんですよ。あじゃあもう一度面識はあるんですね。そうそう、その時初めて。前からあのメールはいただいてたんですよ。はいはいはい、うん、だけどで広島が鳥取に来るって言って結局鳥取に来てくれて、その時にわしのもんだけど受け取ってとかって最初何だか分かんなくて、箱を開けたら器があってうわーって感じですね。本当にもういいんですかみたいな。でもまた仕事気にみたいな。ああ本当にたらあれですけども、本当はすごい価値のあるもので、そういうこう金銭で測れるものじゃないけれども、そうですね、意外と家宝になってます。いやだから家宝です、ね、やっと私の家にも家宝ができた、はい、家宝ができた、うん、そう鑑定団に
出ないでそこまで行きますか。1000万とか、ね、こんなこと待つんだ、ね、ちょっとだん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 あの、俗世間にまみれてまいりましたので、はい、じゃ あのちょっと先ほど ね、あの城さんが開ってくれ、はい、山梨の山をどうですかって、あの山梨の水垣さんはもう完全な人工の山です、ね、うんうん、人工あ人工山です、あんな自然であんなんできないっていうか、こうパッと出てきても分かるんですね、あのその山の名前っていうか、わかりますよ、それは結構もう行ってますから。あ、そりゃそうですね。でも百名山まで行ってないんですけど、はいはいはい、ここぞと山は大体行ってます。あの古代史研究家の他に、はいはい、巨石ハンターと巨石いや、巨乳ハンターとか出ました。あの岩倉と言われる巨石のある山とか、そういうところをどんどん、はいはい、あのね、僕だけずいずい行っちゃうんですよ、はい、でこの人は車でね、はいはい、待っててね、寝てたりする。結構今時間でしょ、行ってこう。まあそうでもないですけどね、写真撮って、うん、今回は短かったですけどね。その巨石っていうのは、なんでこう、山ってたらまあいろいろ行く人いますけども、その巨石の何みたいな。まあ一口ではなかなか言えないんですけども。不思議なものが、うん。やっぱりあの古代、超古代文明ってよく最近ね、ちょっと前から言われるじゃないですか。まあなんて言えばいいのかな、あのね、山最初僕登り始めた時はそんな気がつかなかったんですよ、うん、とかだんだんなんでこんなところにこんなでかい石があるのっていうのがこう気づき始めて、人為的な感じの、うん、そうそう、もうそうじゃないとこんな並び方 しないよねとか、うんうん、それもう明らかに人為的なのが分かるんですよ、はい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 、そこからこう研究し始めて、はいはいはい、そのね、僕だいたいいくつも山のことがない山の方が少ないんですよ、必ずあるんですよ。あ、そうなんですか、うん、あ、ということは山に昔の人が何かこう共通するものがあって、こうそうなんかあのっていうか、もう質問が来てます、はい、ちょっとそこまで行きましょうか、あの人工の山というのはどういう山かという質問。あ、人工の山っていうよりも、うん、あの人為的と、さっきそうですね、あとだから例えばね、ある山なんかは普通の山がありえない山頂の形になってたり、あるいは山頂だけが石灰の山になってたり、例えば有名な貝駒ヶ岳っていう有名な山があるんだけど、そこはもうその南アルプスの一つなんだけど、あのその貝駒だけが山頂が真っ白の石灰なんですよ。でなおかつそこに真っ黒い石がボンボンボンあるんですよ。ほぼ四角いようなこう角張ってこうもう切ったような石があるんですね。でそれを近づいてよく見ると細かい石英がこう段になったそういう石なんですよ。誰かがそこに持ってこなきゃ絶対ない石なんですよ。でそれはとんでもない数なんですよ。でその数っていうのはそこの一つのところにとんでもない数いっぱいあるんです。で歯並びみたいに並んでたりするんです、はい、うん、そうそう。でそこはね、なおかつあのこう貝駒ヶ岳があって、この横にね、こんなね、こんな風に山があるんですよ。これはマリシテンという山なんだけど、これはもうなんだろう、セメントでペタ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 と固めてる。で、うん、もう明らかに人為的な人為的なあの山っていう感じがすぐ分かるんですね、はいはいはい、うん、そういうこう人工的な山っていうのが日本に何かしかバーッと。だけど多くの登山家はあんまりそういうこと考えないで行くんですね。貝駒登ったよっていうのがあれですよ。だから僕なんかこういうふうに視点、そういう視点で持っていくと、あの本当に多くの、まあ、霊山とも最近呼ばれるけど、そういう山っていうのはほとんど何らかの形でこうそういう何かこう人工的な何かを組み込まれてるんですね。例えばそのいろんなところにそういう人工山があるということですけど、それっていうのはあのやっぱりそれぞれ違う目的で人工で作られてるんですか、それとももうほとんど共通の目的で作られてる感じですか。ね、その答えは両方なんだっていうふうに言うんですよ。ああ要するに共通点はあって、うん、そしてさらにそれぞれのちょっと固有のというか目的みたいな、うん、でまあ共通点っていうのは、それらの
山から 7.83Hz の低い音が出てる。出てる。それはそれはキュッとしてる。出てるんです。あれ 7.83 とかって言ったらあれでしたっけ、あの地球のとかって。それとは違う。シューマン共振波です。でいいんですか、ね、出てるんです、うん、でこれが昔レーダーって今光なんだけど、光昔音で聞いてたんですよ。でレーダーのこうだから音をこう聞いて何が飛行機が来たとか潜水艦が来たとかあるじゃないですか。あれをやってる人が、まあ、7.83 耳で聞こえないんですけど、はいはいはい、多分こう音波のね、はいはいはい、こういうあれを共鳴させるものっていうか、こうレーダーのこういうあれ見て、はいはい、おやっと、はいはい、でそういうピラミッド山とかそういう山とかそういうところからその音波が出てるのを発見するんですよ。だから彼らが発見したんです。で 7.83 で何って話になって、でこれがいわゆる地球のシューマン共振波って言われていて、例えば動物だとか植物なんかはそのシューマン共振波でもって、まあ、生まれているという、生きているという。で僕ら人間も本来 7.83 のシューマン共振波に達するとですね、我々本来持っているまあ今の人たちからすれば超能力っていう、うん、あまだ今達してないんですね。違います、逆に上がっちゃったんです。上がりすぎ、うん、上がるとだから荒いんです、はいはい、でそれが 7.83 に落ちてくると、それこそこのスプーンがシューマン共振するんです。でこれ見ちゃダメです。見た瞬間に思考してる脳波に上がっちゃうからで見ないです。これ人間テストですよ。見ないんです。見ないでこうやってもう天井とか見ながら、ほーとかバカになりながらキュッとこうやって、ここがね私の苦手とするところで、ふーって言いながらこうやってこうやって。でもあの前シロさんのところで行った時にやったやつここありますよ、はい、ちゃんと、はいはいはい、僕がやったやつで、まあ、こんな感じでいくとなるほど、まあ、嘘じゃないってことを、はい、おっちゃんもやって見せてましたね。これどっち向きがいいのかな、こう持ってですね、こう手をかけて、それでこの辺見ながら、はいって言ったらクッて、あのね、グッと持ってガッと引くっていうのコツなんです。誰がはいって言ってくれるんですか。私が言います。ああ、じゃあこの辺で、この辺に少し手を伸ばし気味にしといて、いいですか。この辺見ながら、いいですか。ちょっと僕人間の修行もちょっとやってから大丈夫です。大丈夫です。で、はい引いてったらバッて引きます、うんうん、いいですか、せーの、はい引いてほらほら、まあ、ほら、まあこんな感じで、はい、私もこんな感じで、人間であるという証明がされました。されました、はい、苦手種目克服でございます。苦手種目克服いやいつも試されてしまう。いや試すんじゃないのか、うんうん、いや私が誰だってできるのよ、うん、はい、まあそういうことでですね、ぼーっとしてこれにもうどう今後使っていいか分かんないようなスプーンが3つも並んでますけど、はい、7.83 なんとかの83の、うん、まあそれが各と今のと関係ある霊山のと呼ばれるところから出ていたり、うん、巨大な岩倉から出ているってことが分かったわけですよ、うん、まあ、その人工のやつから主に出てる。そうです。っていうことですよね。で出しててだから何かに使ってたら、ね、いやだからあのシューマン共振の中にいると、うん、要するに彼の U8 じゃないけど、あ、そういうことの、あの尖ったものの中に入ったら、うん、いろんなことが起きるのと同じじゃないですか。あ、そこでなんかあの病気治してたのかな。それもあるかもしれない。病気にもならなくなっちゃうんですよ。7.83 でね、 7.83 になると、食欲も落ちるっていうか、落ちるというより今不食の人っていうでしょ。不食までいかないんですよ、なんとさんは。だけど一日一食でだいたい良くなります。そうするとだから縄文時代、だいたいその岩倉屋なんかは今縄文時代にほとんど作られてるって思われてるんですね。だから縄文時代の人ってのは実は一日一食しか食べてなかったという。だからそのいわゆる縄文の食文化みたいなのってあんまり残ってないんですよ。なるほどね、うん、おっちゃんかわいいってなってます。おっちゃんかわいい、そういうところで逃さず読むわけねそうか、なるほど。じゃあちょっとその辺の山のことで最後ちょっとこうその人工山のそれって 7. 何歩かとかっていうの、うん、あのハリーさん的にはもうその目的みたいな、なんかこれはこういう目的がまず一番メインだろうみたいな、なんかあるでしょうかね。
あのですね、うん、7月にツアーに回った時の大きなテーマの一つにですね、今年の7月に、はい、はい、岩倉を見て歩くという、うん、要するにその歯並びの歯のように石が並んでるという巨石がですね、そういう山を見て歩こうというテーマが出されまして、うん、あのうちの田舎岡山県の玉野市というところなんですけど、そこはもうまさに市内の山が全部そんな感じなんです、うん、で、要するにこう岩が飛び出してる上にもう一個乗ってたりする下に家がいっぱい建ってる、でなんでこんなとこ住んでて怖くないのかなっていうのは私はずっと思ってたんですね、はいはい、で、まあ、仲間に地震予知の専門家っていうのがいまして、はい、で、あの私は18まで大きな地震を体験したことは一度もなくて、震度2ぐらい揺れたらあの飛び起きたぐらい地震のないところなんですよ岡山っていうのは。で聞いたら岡山はあの全国で一番地震のないところだって話になって、でなんで玉野市にそんなに岩があるのかっていうふうな話をぶつけたところですね。はい、あの いいですか。今話してる間はちょっと読むかな。あの、はい、要するに岩倉というこういう石の並びがですね、うん、地震のエネルギーを異次元に抜いてるっていう。うん、ああ、U8 みたいな。そう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 。ですね。うん、古代の U8 みたいな。巨大 U8 というふうな話をされてですね。うん、ああ、それでかって、だって。あのほとんど揺れたことがないわけなんで、なんか、うん、U8、はい、うん、おはいはい、すいません、はい、おまあでももちろんその地震をあのなくすというか、その力をそうやって抜くためにそれがまあ多分あるんではないでしょうね、もちろん。いや抜くためにもあるんだと思う。もある、うんうんうん、であそこからあとは専門家にバルダッチ、うん、じゃあちょっとその前にというか、うんうんうん、あの日本って基本的に岩山ってあんまり普通は少ないと思ってでもいいんですかね。あ、岩山は少ないですよ基本的に、うん、ですけどそういう岩山的なとこってありますよ。いやそうじゃなくて普通の山のところに、うん、石がまるっきり歯並びの、はいはい、あの歯が生えてるようにこう突き刺したように、だからさっきの水垣山も、うん、あのそれに近いんですけど、うん、水垣山はそれからずっとこう長く昇仙峡というところまで、うん、実はその巨石のあれが続いてるんですね、うんうん、でお隣に金峰山という山があるんだけど、そこには五条石って言って、はい、あのもう見上げるばかりの石が、四角い石が積み上げられてるんです、うん、ピラミッドみたいな、はい、これなんかはもう明らかに誰かが積んだり以外に考えられない石があるんですよ。とにかくそういうものがあのちょうど水垣を中心にあの一帯がこう広がってるんですね。で要はあの辺一帯のちょっと、まあ、ちょっと下ぐらいのとこにあの富士古代文明があったんじゃないかっていう話もあって、だから富士古代文明の、まあ、支えていたエネルギー源でもあったかもしれないですね。というか、まあ、いろんなこと考えられて、はい、まあ、僕らは残った岩倉なり巨石なりそういう不思議な山だけを見ることが、ね、しか見ることはできないけれども、そこでまあいろんなことを空想したり研究したり、はい、まあ、そうやっていくわけですね、はい、あの受信発信装置という話はなんかされたことはありませんでした。受信発信装置、それがその岩山が、あのそれはちょっとねまた難しいんですけど、あの要は神様系のね話になってくるんですけども、いわゆるそうですね、例えば今で言えば巫女だとかそういう人がいつもやるわけだけど、昔はそこを通じてまあ異次元の世界とか神の世界とかとにかくそういうものとの、その通信の通路でもあったんですよ、出入り口みたいな。そうそうそう、だからあの要するに岩倉は氷室木って言って神が降りる場所って言って、うん、しめ縄かけて祀ってたりするでしょ、うん、それはそういう意味でもあるんですよ、はい、だそこのまで行って感受性の強い巫女さんタイプの人が行くと、そこでいろんなことを感じ取ってっていうこともあったと思います。あ、なるほどね、はい、あそうか。この間もね僕あの
今月だ、あの岡山行ってきたんですけども ね、はい、岡山そういう山あのね車出したら見えますね、うん、岩があれ多いんです多いんです、これちょっと絶対に普通にできた山じゃないなみたいな感じ、信楽、うん、のあたりも多いですね、あるんですか、はい、多いですね、その山っていうかちょっとこう普通のじゃないっていうのがないっていうあの地域って日本にあります、ここはねえぞみたいな、まあ、基本的にあの平野地帯だとか大阪なんかもあの割 とね5世紀から6世紀ぐらいにかけてあの本来ずっと干潟だったところがこうねこう干拓されて今の大阪の平野になってるんですね、だから新しいんであんまりないかもしれない、大阪は帰ってあまりない、そうそうそう、だから大阪のまあいわゆるその平野部にあんまり巨石とか聞かないですよ、あ、今回あのちょっとそれとは違うんですよ、仁徳天皇陵も行ってましたよね、はい、どうでした、ちょっと話が変わっちゃってあれなんですけど、うん、あのあれもねちょっと今の古代史に関係してくるんだけど、実はその古墳っていうのは一体何なのかっていうのははっきりしたら分かってないんですよ、うん、まあ和歌と一応言われてたりとかね、うん、だけどあれも仁徳天皇陵って一応言われてるけど本当に仁徳天皇陵なのかは分からない、そうですね、うん、であのずっと突き詰めていくと古墳時代っていうのは全く謎の時代なんですよ、あ、うん、それで日本書紀がいろいろ書いてるんだけども、それが嘘だの本当だのっていう議論がすごく多くて、うん、でまあ大雑把な話、じゃあ日本書紀の言ってることが全部嘘だとしたら、うん、分かってることは、うん、古墳があったってこととか、魏志倭人伝に、うん、あの卑弥呼が死んだとか、うん、和の五王がいたとか、うん、それぐらいしか分かってないんですよ、あと全部、うん、さっぱり分かんない、うん、で古墳も何かも分からない、はいはい、っていうのがこれが実情なんですよ、はいはい、まあとにかくあったという、そうなんですよ、まあそういう、ね、まあ、でも一応そこから先の研究も僕はしてるんだけど、うん、ここはちょっと言い出すとキリがないんで、はい、ですね、なんかね、今日そういう話をとかいう話はあったんですけれどもね、でちょうどあれなんですね、今そういうことをもうなんていうのか最終研究みたいな感じで、そうです、ガーッとやってるんですよね、最終研究ですね、はい、うん、だからそういったこともあの今回そのツアー回りながらあの話を聞かせてもらえるっていうようなあのことを聞いてるので、ね、今日もちょっと語ってきましたよ、はい、みんなびっくりしました、はい、今日もあの大阪のツアーで語られたそうですけどもねなのでまあぜひまた新しくこのまとめられた内容とかもねツアーで聞けたらいいなと思いますしね、それからあの志郎さんも結構面白いことをますます技術を磨いてというか、技術というのはねあの、うん、その U8 とかそんなんじゃなくてね、なんていうのかね、笑わす技術を今ね、あの身につけてやってますので、うん、あの志郎さんもなんかあの U8 今までいろんな人にやってこられた中で、はい、あのまた来てくれる人とかあるいはこれから初めて来る人とかもいると思うんですけど、はいはい、なんかちょっと宣伝というかあの一番苦手なあの自己紹介みたいな、一番、いや別に自己 PR ですね、自己 PR 一番苦手な、わざと進まないですか、いやいや、あの最近結構ノリノリで、うん、ノリノリでやってきたんですけど、はい、今日笑ってくれないお客さんが一人いて、はい、その人に引きずられて調子を崩したという、はい、あの未熟な私でございます、ね、なんか噂話を聞きました、うん、はい、うん、今日はあの3時間の中で2時間半シロさんがやっちゃって、そうそうそう、ハリーさん30分しかなかったという、これは皆さんどうジャッジするかそれは分かりますか、だから結局その後部屋借りて俺3時間ぐらい喋らされておいおいみたいな、はい、まあその後があったから、うん、まあ、なんとかフォローできた感じ、フォローができましたね、はい、っていうような感じらしいんですけど、はい、それからあのなんでそういう笑わない人がいて、いあの、ね、あのまあ言ってしまえば一つのことなんだけど、はい、でも彼 その例えば車に貼るのもですね実は日々進化してて、あ、うん、だから例えば去年彼が言ってたことと今言ってることとはだいぶ違うんですよ、あ、進化の後が本当に進化してる、違うんではないけど、あ、そうですね、結局あの前、
貼るのはこことこことかって割と少ないところだったんですけど、どんどん新しい箇所を発見して、もういくら貼っても貼っても終わらないみたいな状況が来て、自分の首を絞めてるみたいな状況ですね。だからさっき言った、うん、その U8 チューブ、5000円の U8 チューブ何枚貼ってると思いますか？100枚ぐらい貼ってるんですよ。マジですか？しかもあのその人に、ね、あの指示じゃなくて自分 で, 自分で無駄な汗かきながらちょきちょき切りながらSS1 枚50円ですよ。はいはい、ということはそれだけでも、あ、そうか、よく考えると枚岩崎先生自らも あ、そうか、1枚50円ですよっていうことになるわけですね。なんも安いんですか。でやっぱりね、効果ないって言われる一番怖いので、はいはい、慎重には慎重を期して貼っちゃうもんだから、はいはいはい、それもあってね、うん、それであとね、昨日気がついたことちょっと貼っちゃうとかね、はい、なんかまあそういうのあるんじゃないですか。あのなるほど、怖いやったぞみたいなので、ちょっとやっちゃってた、そんなんでなんか増えてるんですけど、ね、あのね、ハンドルのほらクラクション鳴らすとこあるんじゃないですか、うん、はい、あそこにピッと1枚貼ると 足回り全体が良くなるとかですね。おこんなことあんのとかね、はい、びっくりしますね。びっくりすることがね、はい、たまたまあの発見されたりするんです。はい、ということでございますよ、うん、だから車をお持ちの方でまだ貼ってない人とかね、うん、ぜひ本当これ、まあ多分このツアー僕ら2人でやるラストチャンスだと思う。あの2人で回るのは今回ラストラストですってな感じで、来年は、うん、まあ、ほとんど思い浮かばないんで、多分別々の、はい、まあ、やり方でやっていくと思います。いや、ということなんでね、このあと13回残ってますけどね、どっかでもうほとんどあの今大阪から九州にかけてダーッと行く感じなのでね、もう大体こちらの方に、こちらって言ったら分かんないですけど、そちらの方に住んでる人はどっかに近場として行けると思うんでね、ぜひぜひちょっとあの日程を合わせて、あとあのフェイスブックされてる人だったらフェイスブックでも情報を開けるんですね、はい、確かね、はい、まあそういう感じでフェイスブックでもね、あのさっきダーッと、あ、これアーカイブ残ってますしね、これをもう一回聞き直しながら何日どこだったとかっていう時間は言ってなかったですね。大体9時ぐらいから、ね、基本的に、あ、ちょっと場所によってちょっと多少違うところもあるんですけど、はい、基本的に朝9時から、うん、12時まで3時間ですね、うん、それが岩崎さんが、まあ、駐車場か路上付近での U8 チューンアップ、うん、で僕が天城流土地を空中療法のセミナーをやります、はい、でお昼挟んで13時から17時ですね、うん、その4時間で岩崎さんと僕のセミナーをやります。はいはい、そんな感じですね。ということですけどね、どうなのかな、大体皆さんもう質問とかないのかな、まあ実はあんまり僕が一番分かってないのかも分かんないんですけどね、あの志郎さんが一人でこうされてるところっていうのは行ったことあるん で、うん、でイメージがつくんですけど、そのなんとかでよなんとかって言って、あの一体何が起こって何をしててっていう、うん、ちょっと全然イメージが、ね、まあ、あの要は体の痛みをですね、うん、一瞬にして取るという、体の痛みを一瞬にして取る、うん、肩が痛い、例えばこの辺が、うん、ここが痛いとしますね、うん、はい、お願いします。あ、ここ首痛いの、痛いと、はい、本当ここでしょ、キュン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 なんかお笑いをやってる、そうするとほらどう、うん、あらあら、今あのやった感じのぐらいの本当にこう軽さで、うん、もうやっちゃうんですよ、はい、実際に、うん、あの実は昨日僕もやってもらったんですけど、もう今みたいなのが本当にあのまま、うん、例えばここ痛いって言ってもここじゃないっていう感じで、この辺で、あのこの辺を何かするのかと思ったら、ただ痛いのかねみたいな感じで、もうこれで終わりなぜだと、うん、っていうような感じなんですよ、うん、でもちゃんと取れるでしょ、うん、はい、だからあのなんかこうちょっとこの辺がとかっていう人が来てもらってもいいですよね。で、それで今日はもうそのオンパレード、あ、おられました、はい、なんかそのうちこれあのなんかあのなんていうんですかね、動く治療体みたいな感じになって、あの移動する、僕のやつは誰でもできるんです、うん、いやまあでもいやできるんですよ、だから今日も、うん、あの来た人にじゃああんたやってで やってもらうんですよ。で最初は半信半疑です、はい、本当にこんなんだって、でも自分でやってどうって言って、はい、相手が取れるんで、はい、ちょっと俺でもできるの、って感じですよ、はい、でもそれを目の当たりでできるわけだから、そうするとみんながあれみたいな。ただね、これちょっとでもやっぱりあの誰でもできるインチキ臭い、いや思いますけど、あの
知らなければいけないことやっぱりあの昨日聞いてても、例えばあのキエラクの話とか、うん、あのほらさっきここ痛いけどって言ったらここじゃないわけですよね、うん、だからこれはまず知らなければこうできないんですよ。そうですね、だからその痛みがなぜ起きるのかっていうそのメカニズムをね、うん、ある程度教えるんですけど、ですよね、うん、そうそう、でそこをあの戻していくと、うん、あの本当にいろんな改善が起きてくるんですよ、はい、だからそういう多少のやっぱりこう知るべきことっていうのがあって、あとはまあできるよっていう感じです。そうです、だからその知るところが難しい、まあ、うん、でね結局まあお一人5000円で僕8人限定でやってるんですよ、はい、なんで8人限定かっていうと、あの10人も20人も来られちゃうとお一人お一人に時間もね、そのここでしょここでしょってこう教えることはできないのね、それなんで一応限定にさせてもらったんです。でもまあ来ちゃったら今日の8人以上来ちゃったんだけど、もうしょうがないやりますから、来るものは割と拒みません、しょうがないです、ドアと来られたらその時嬉しいけど悲鳴ですね。いや本当に悲鳴あげてます。20何人来たことありましたもんね。最後30人ぐらいありましたね。死にました、いや大変。私なんかもお手伝いしたりとか、あの時は一番多いのはやっぱり腰痛とかですか。そうじゃなくて50、40肩、50、腰痛も多いですね。腰痛も多い、うん、まあ、結構ね不妊症で悩んでるとか、ホルモン系で悩んでるとか、それからあと、アトピーだとか、喘息だとか、アレルギーっていう人も来ちゃうんですよね、はい、どうしようかなと思うんですけど、まあでもなんとかやっちゃう、やっちゃう、とりあえずやらしてくださいって感じ。難病来るじゃないですか、はい、見てるとね、お腹が緩めるんですよ、うん、で、お腹がカチカチの、要するにこの腸が動いてないみたいな人がカチカチになってるんですけど、この辺ですかね、うん、をやって緩むと治っちゃうんですよね、パーキンソンとかね、だからあのお医者様で見放さちゃったような人がよく結構来ますね。なんでみたいな、なんで俺がと思うんですよ。そういう意味で来られる、え、じゃなくて、え、その人は知りたいっていう、あのですね、要するにもう八方手を尽くしてダメで、それでも治りたい、わらをもすがるみたいなつもりでいろんなとこ行く中の一つとして来るみたいな、でこんなとこ関係ないってみんな思うじゃないですか、うん、で大体お腹緩めたらほとんど治ってる、ね、うんうん、何箇所かそういう場所があるんですよ、うんうん、なるほど、で、わらだと思ってすがりに来たらわらじゃなかった、やった助かったみたいな、みたいなのあるんじゃないですかね、いや、まあそこまでね、あれな、うん、あのまだ未熟なんで、あの断言はできないんですけども、まあただあの一つね、可能性の一つと一重、あのまあ来ていただいてもとりあえずは逃げません。ああということですので、ね、ダメなものはダメって言いますし、はい、うん、だから、うん、とりあえずはちょっとこのちゃんと前向きに、そうそうそう、取り組んでみようっていう感じですね。そうですね、うん、でもしかしたらそこでまた新しいこちら側にも発見があるかもわからないっていう中で、そうです、来ていただいたことで共に何か得るものがっていうことな、うん、その通りですね、うん、いいこと言いますね。ああいいこと言いました。やった、共に得るってとこがいいんですよ。あ、なるほど、うん、その来ていただいた方が治しますよ、治りましたよ、どうのこうじゃなくて俺も得るんですよ。あ、はいはい、あ、うん、これはじゃあ師匠さんも一緒な感じ。そうです、そうです、だから僕らのセミナーって本当そうすごく多くて、はいはい、あの一見だからまあそのどうこうどうしようもないなっていうね、お互いに思うような人がいても、あの最終的にはあの人来てよかったねっていう感じになるんですね。そうなんです。もちろんあれでしょう、あの俗に言うあのリピーターっていう言葉、あのリピーターの方も、ね、はい、いっぱい来られる人いるでしょうね。まあ、あのこの直し方の方はやっぱり情報量が多いんで、あのたかだか 2,3 時間のセミナーで全部覚えろっていう方が無理なんですね。ああ、なるほどね、はいはい、で割とね、プロの方が来るんですよ。なんでね、こんな私ごとき今日の、ね、今頃年寄りとあったり人間のとこ来るのかなと思うんだけど、でもやっぱりきちんとこうそういう関心のある方が来て、あの、まあ、ちゃんと聞いてくれますね。こんなことで普段自分彼らがえらい苦労するところを、うん、ほぼそのね、瞬殺、はいはいはい、2,30 秒超えてるだけで、いやなんか身も蓋もないというような、いやそんなことないですよ。だからそれを僕らは
あの持ってっていいよっていう拡散して、あのだからこれの技術を、ね、あの習得したければ何も持ってこいみたいなことを一切言わないで、たかだか5000円で、はい、あどうぞお使いくださいってやってるからということですね、すごいですね、全然儲かんない、まあそれはそうかもしれないですけど、ね、バカだよな俺たちということでございます。ちょっとこの後あのジングル挟んで最後ラストいきたいと思いますね、はい、もう一つのジングルがこっちだね、はい、ということでですね、あのお届けしてまいりました、ここが我が家、もうあの放送時間の方がね、来てしまいましたので、あの以上で終わりですけれども、明日からまたあのツアー始まります、第全部で13回あります。でまた最後の神戸の方にあの来られて、そこから通過して、どこでしたっけ、岐阜ですね、静岡で静岡でベター、その後ベターっていう感じでね、あの行かれるということですので、ばったり死ぬと思います。はい、ぜひこの13回の期間のどっかでお会いできればいいかなと思いますけど、はい、なんかあとじゃあ最後あの一言ずつあのもしもらえればと思いますが、いかがなか、私もかですか、いや私もいつも大阪来るたびに、はい、あのちゃんのお世話になってまして、でも今回前2回ですけど、すいません、いや2回も2回って言ったって何遍泊まったか。ああそうですね、はい、本当に、ありがたく楽しんで やらせていただいて、なんと申していいのやらという、本当にそういう感謝の気持ちでいっぱいでございます。ありがとうございます。あの今回もお世話になってしまいました。はい、今回もあのお世話にあのなりに来ていただきました。まあ、2度あることは3度あると。またあります。ありがたい。もしまたこのようなことが、はい、ありましたらどうかお許しを願いたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ということで、はい、じゃあ、あの白さん何かよかったら、はい、では私はインターネットを通じて皆様にエネルギーを、いきますよ。はい。今すごいボリューム上がりました。うん、今なんかエネルギーがいったそうです。うん、いたでしょう。うん、あのボリュームもすごく上がったから、それで一瞬みんなイヤホンしてた人なんか多分絶対びっくりしたと思いますけど、ね、ごめんなさい、うん、はい、そういうこの人のね、あのお面のいらない生ハゲと今言われてます、はい、割り具合ねえかどう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 割り具合ねえか割り嫁はいねえかってやるんです。っていうかね、多分ね、あのツアーもすごくね、あの参加されてる人も面白いと思うんですけどね、今日でもあの終わって帰ってこられて、で、まあ、1時間ぐらい、放送前1時間ぐらい時間あったんでね、あの裏話が面白いですよね。これもいつかなんかこうちょっとお届けできたらいいなと思うんですけれども、はいはい、まあ、あのそのうちそういう機会もあると思いますので、今回のツアーのなんかそういう裏話特集みたいな感じのね、あのね、まかない飯が一番うまいという、まかない飯、うん、まかない飯というのはあの料理屋さん の,、はい、あのスタッフが食べてるご飯が一番おいしいという、え、そういうの食べれる、いやいや、だからあの食べれる時もある時もある、うん、あ、メニューにないそういう裏メニューの方が大体美味しい、まあ、裏話って大抵誰かの悪口なんですいや、そんなもんですか、誰かの悪口は最高にいつも面白いんですということで、いいところで最後のあのなんていうか締めができたようでございますので、それではまた、来週お会いとは言えませんけれども、あの皆さんにおいてはあのツアーで
お会いいたしましょう、はい、それでは本当にどうもありがとうございました、はい、ではではではまた、はい、ではまたお会いするときにどうぞ。Thank you.